第2列王記16章デマリアの子ペカの17年にユダの王ヨタムの子アハズが王となったアハズは二十歳で王となりエレサイムで16年間王であった彼はその父祖ダビデとは違って彼の神主の目にかなうことを行わずイスラエルの王たちの道に歩み主がイスラエル人の前から 追い払われた違法の民の意味に嫌うべき、えー、習,わし習わしをまねて、えー、自分の子供たちに火の中をくぐらせることまでした。さらに彼は高きところ丘の上、えー、青々と茂ったすべての木の下で池に押さげ、子を焚いた。この時アラムの王レツインとイスラエルの王レマリアの子ペカがエルサミン戦い登ってきてアハズを包囲したが。 そのころアラムの王レツインはエラテをアラムに取り返しユダ人をエラテから追い払ったところがエドム人がエラテに来てそこに住み着いた今日もそのままであるアハズは者たちをアシアの王ティグラテ・ピレセルに使わしていった 私はあなたのしもべでありあなたの子です。どうか登ってきて私を責めているアラムの王とイスラエルの王の手から私を救ってください。アハズが足の宮と王宮の宝物蔵にある銀と金を取り出してそれを贈り物としてアッシリアの王に贈ったのでアッシリアの王は彼の願いを聞き入れた。そこでア足しアの王はダマスコに攻め上りする。これを取りそこの住民をきれい捕らえ移した。彼は列院を殺した。 アハズ王がアシラの王ティグラテ・プレセルに会うためにダマスコに行った時ダマスコにある祭壇を見たするとアハズ王は詳細な作り方のついた祭壇の図面とその模型を祭司ウリアに送った祭司ウリアはアハズ王がダマスコから送ったものそっくりの祭壇を築いた 最初、ウリアはアハズ王がダマスコから帰ってくるまでにそのようにした。王はダマスコから帰ってきた。その祭壇を見て王は祭壇に近づきその上で生贄を捧げた。彼は前書の生贄と穀物の捧げ物と焼いて煙にし、捧ぎの捧げ物を捧げ、そぎ自分のための和解の生贄の血をこの,そのこの祭壇の上に振りかけた。死の前に。 前にあった祭壇の聖堂の祭壇は神殿の前からすなわちこの祭壇と死の神殿との間から持ってきてこの祭壇の北側に据えたそれからアハズ王は祭祀・ウリアに命じていった朝の前世のいけねえと夕方の国物の下げ物また王の前世のいけねえと国物の下げ物全てのこの国の人々の前世のいけねえとその国物の下げ物 並びにこれらに添える素ぎの下げ物をこの祭壇の上で焼いて組むにしなさいまた前師の生贄の地と他の生贄の地は全てこの祭壇の上に振りか,かけなければならない制度の祭壇は私が伺いを立てるためである祭祀ウリアは全てアハズ王が命じた通りに行ったアハズ王は車輪の月の台の鏡板を切り離しその台の上から旋盤を外し またその下にある聖堂の牛の上から海,海も下ろして、下ろしてそれを石敷石の上に置いた。彼は宮の中に作られていた安息日用の大いのある道も、外側の王の出入り口も、芦屋の王のために主の宮から取り除いた。<laughs> ハーズの行ったその他の業績、それはユダの王たちの年代、木の書に記されているのではないか。 アハズが彼の先祖たちと共に眠り先祖たちと共にダイビデの町に葬られた彼の子ヒゼキヤが代わって王となった。